はい、のぞみです。やすさんです。おい、みほです。おい、うつみです。おっと、暗いのよ、あなたたち。暗い。この前も菊山に説教したんですけど、明るく行こう、はい、暗い、顔が死んでる、やすさん。あ、そうですか。みほさん、なんちゅう顔してんの。おっさんも暗いね。あの、今日、ね、今日なんで集まったかっていうと、もうコロナの影響で今大変じゃない、うん、ね、で今日は古都の診療所でちょっと簡単なこうドラマをしようかっていうことでやろうって話し合ったじゃないですか、はい、ね、それなのに暗いってどういうことなんですか。もう一回いきますよ、もう一回、ね、もう一回明るくいきましょう、はい、ね、はい、のぞみです。やすさんです。うえ、微妙。みほです。暗い。むつみです。うん、まあいっか。ということでね、今日は最西端の新喜劇をやろうかと思いますので、よろしくお願いします、はい、お願いします。暗いな。じゃあ行ってみましょう。うちの会社で運行指示書じゃないですか。え、いつ、え、与那国島に。そうそうそう、来たわけ。来た。ことこ昨日来た。昨日、うん、今日いや、先生、来たいらないんですって。でもね、仲良くやってるもんね。何や、半分ずつ切り替わり育ってるの。収まるで、なんか言えよ、黙ってはるやん、ずっとボケてるのよ。ボケてボケ倒して、本当に。いや、もうめっちゃ寝てる。飲みすぎた。どうせまた会議かなんか飲んでるんですって、うん、ね。電話鳴ってるよ電話、まあ、もう呼び出しされてるよ。そう、じゃあもうこうしましょう。どっちがほんまのジョイか、うん、今日決めましょうよ。決めましょう。じゃあ僕の診察を見てもらいましょう。ああ、わかりました。どっちが女医にふさわしいか僕が決めたいと思います。それで決めて。正式にここの四季名島診療所の女医に選びますので。わかりました。いいですか。OK ね、負けないですよ。いません。なんか言うよ。やっさん、のぞみさん、入ってください。はい、じゃあやっさん入りますよ。大丈夫やっさん。もう大丈夫ですか。レイさん、行ってみます。もう一回見てもらいましょう。レイさん、はいはいはい。
やっさん、うんこ漏れてへん、大丈夫あ、大丈夫、パンパンさせへん。じゃあね、美穂先生、はい、もう女医を選ぶということで、まず美穂先生から見てもらいましょうね、やっさん。で、僕だけって言ったけど、やっさんも見てもらいますね。で、やっさん、今日何、どこが悪いんですか？なんで、やっさん、もう一回言ってください。二日酔いみたい。いやいや、ここ診療所やからね、あと二日酔いで来るとこじゃないから、もうちょっと寝といてください。で、整形外科医ですよね、日本で。整形外科なんですけど、美容なんですよね。美容って、この島に美容整形外科っているの、おやさん。うおぉ、なんか言えよ。聞いたことないですね。ちょっと喋ったけど。で、美容整形外科やったら、で結局、じゃあ、やっさんと僕を、綺麗に美容整形してください。なんかどっか1箇所か2箇所ぐらい直すとかあるでしょ。ちょっと皆さんマスク取ってください。どっかどこそんなに直すとこないじゃない。あなたたち全身直さないとダメですよ。全身って言われてますよ僕らも。え、全身、全身直す、全身、全身、全身、どうします。ちょっとね、可愛い顔してるからってね、なんか高飛車な先生ですよ、こいつ。まあいいですよ。じゃあどこをどう直すか、一箇所だけでもいいから直してください。はい、じゃあ。先生、え、何これ、鉛筆やん、これ。鉛筆でどこ直すね。ちょっとお目目、それ細いよ、目目。細いけど。これで、キキッと。キキッと、直るか。どこ直すの、この辺り、顎とかですかね。顎、ちょっとシャープにしようかな。鉛筆で。のぞみさん、やっさん、どうぞ。はい、やっさん行くよ。はい。あれ先生、診察室ないけど、どこ先生。あ、こっち。こっち。いや、なんで先生、ベッドに置くんですか。こっち、どうぞ。じゃあ行きましょう。まあ、やっさんは二日酔いでしょ、結局。もう、ダメだからね、診療所、二日酔いできたら。ね。ほんなら、安全第一って書いてる場合じゃないよ。あなたが一番安全を気にしなさいよ、本当にね。で、先生、女医を選ぶっていうことで、じゃあ僕の診察してくださいよ。イボジやろ？おい、イボジ？イボジ。なんで知ってるの、俺がイボジって。見たらわかるやん。出てる。いや、去年イボジ、イボジなったけど出てるで、まだ。いや、石垣の特集会病院で石垣行って、うん、お尻見せたのよ、先生。私、下半身専門やけん、わかるさ。出てる。いや、もうオペせんでいいって言われてんけど。いや、それ、行った方がいい。なにこれ、行った方がいい。どこに。オペ。これでどうするの。紐で縛るさ。縛る、うん、イボを、うん、イボを縛る。いや、もう治ったけど大丈夫。私専門医任せて。え、な、肛門科？肛門科、泌尿器科、大丈夫。それ取った方がいいよ。え、うん、出てる。出てる。いや、もう私には見える。見える。今から手術ですか？手術です。やっさん、イボジの手術って。おお、何言わんのかね。え、やっさんもイボジじゃないの？イボジじゃない。何時？何時？キレジ？キレジ。イボジ。イボジの方が大変や。どこで撮るって普通なんか YouTube で見たけど、なんかこう医療器具でやるんじゃないですか。いや、そこはやっぱ離島だから。離島だから。うん。何？紐の方がいいよ。紐で？うん。やる。器具がもったいないさ。いや、そんなオペ言ったっていつオペするんですか。今こどこ、救済所行こう。ここでここ。うわぁ、いや、もうやっさんも今日美人女医、一応もう美人女医でいいっすよ。先生見てもらいましたけども、え、なんか突っ込んでください。
なんでかっこよくしてんの。いや、もう僕らが先生になろうかなと思って。二人でいいの。二人でいい。うん。泌尿器科。泌尿器科。美容整形外科医。まあ無理か。無理や。無理か。無理や。じゃあね、もうあの先生の熱意が分かりました。もう島の診療で残りたいんでしょ。はい、残りたいの。残りたい。美容先生、ずみ先生、はい、じゃあやっぱ島の診療所なので、あの美容整形もいいです、ね、泌尿器科もいいですよ。もう居心地も治りましたし、ただやっぱ冬眠のために内科も外科も見てくださいよ。いいですか。わかりました。はい、頑張ります。今回はもうこれだけで完結しないです、このドラマね。あの続きもありますから、いろんな患者さんが見るからね、ちゃんと見てくださいよ。いいですか。はい。で、まあ今日はまあまあスカートでいいですよね。今度これぐらいのスカートでいきましょうかね。いいですか。はーい。まあということでね、今回はあのまあちょっとドクターコトをね、ちょっと面白おかしく、まあ皆さん楽しんでいただけたでしょうかね。あのあくまでも素人のクオリティでございますからね。どうでした、皆さんやってみて。難しいですね。ヨモさんどうでした。楽しかったです。楽しかった。むつみさんは。楽しかったです。いやいやいや、僕も楽しかったけど、まあまあ汗かきますね、うんうん、いや本当にあのドラマの現場って大変だと思いますけど、まあ結構楽しくやりましたので、次回の動画は誰が患者さんに来るでしょうか。ではまた次回の動画でお会いしましょう。待ってまーす。